さて今日も京都テアモアス遊んでいくぜ。なんか一週間上げなかっただけで久々な気がするわね。これまで2年ちょっとの間ほぼほぼ欠かさず毎週上げてましたからね。そして本日の役職はシェリサーの姫。クルー陣営ではチヤホヤされているが社会に出れば役には立たない。嫌な役職紹介。ちなみに本日は新役職ロケット入りの構成となっています。結構前に遊んでたペンギンみたいに相手を運んで発射ボタンで空に打ち上げてキルできるインポスター役職よ。なお発射前であれば何人でも重複して運ぶことが可能。理論上全員を掴んで一気に空に打ち上げることも可能です。凄まじいインフレ。まあ私たちはシェリフなので掴まれてからキルできるわけですが。ちなみに打ち上げられたら死体は残らないし発射されると爆発音が聞こえるぜ。実際に打ち上げるシーンを映して紹介したいところだが、打ち上げようとした瞬間サイドキックされたため映像はない。すごく悲しそう。まあまあでもどこかでまた見る機会もあるでしょ。日常的に人が打ち上げられる村。打ち上げる本人でもない限り早々お目にかかれはしなさそうですが。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 今なんか左上通過してましたよね。ウサオさんがロケットで空に打ち上げられてたわね。よかったこれで紹介の手間が省けた。いやというか明らかに発射点ここでしたけどどういう状態？全員の時が止まってる。二人ともブルなのかそれとも片方が犯人なのか。少なくともこの状況だけじゃ判断することはできなさそうだな。まあ話を聞いてみましょう。ウサオさんが爆発したぞ。元気だなこいつら。花火だけにお祭り状態。お前ら落ち着け。ウサオさん死んでる。レイマリさんとラテさん今のどういう状況ですか？あ、いや多分これレイマリさんが打ち上げてる。望遠鏡見てると機器カーモでグサオさんの声が聞こえてて、爆発音聞こえたから見るのやめたらレイマリさんがいたから多分やってる。私視点からの状況も話しておくと、鉱山でチャコさんとすれ違った後に展望向かう途中で、展望デッキから飛び立つグサオさんが見えたんですよ。飛び立つグサオ。おそらく展望の下から発射されてると思って急いで向かったら、レイマリさんとラテさんがいた感じです。ほらレイマリ無理に決まってんだろ。いやそれなら多分ラテさんじゃないかな。自分望遠鏡見てたんで。いやラテさんは望遠鏡見てたけどレイマリさんは元気に駆けずり回ってました。さよならレイマリ。さよなら、さよなら。ラテさん横にいたならもっと掴んでおけばよかったのに。自分たちどうせボタン押すつもりなかったですからね。ボタン前でボタン押しませんって喋ってたら爆発音鳴ったから押したわ。爆発音鳴った瞬間ひな兄さんが俺ら白だーって叫んでたよ。満面の笑みで喜んでそう。いやラテさんうまいね。みんなこれ実はラテさんがやってますよ。そうか、さらばレイマリ。ラテさんがやってるんですね。さよならレイマリさん。悲しみの船で慣れたとはいえ未だに結構シュール。ゴーイングメリー号式処刑法。ゴーイングメリー号を燃やしたのを処刑にカウントするな。打ち上げられたグサオさんもこれで浮かばれることだろう。せっかくならとつって処刑したかったところですが、あの状況だとちょっとどっちが怪しいかわかりませんでしたからね。まあなんだったら普通にラテさんとレイマリさん両人外まであるけど、レイマリさんが間抜けにもラテさんがいる横で発射した人外か、ラテレイマリ両人外でしぶしぶライン切ったか、どちらかというと前者であってほしいところ。ロケットが一人早い段階で落ちたからジャッカルもここらで動き始めるかもね。この盤面だとタスク負けが現実的に見えてくるはずだからな。お、星5来ました。アモアスの試合中に原神のガチャ引くな。ちなみにすり抜けました。これは因果応報。でもこれあれですね、両人外というよりレイマリさんマットでラテさんかばった可能性はありえますね。まあだとするならあの場所で無理やり発射する説明はつくな。その場合私たちが死んだら後々積む可能性があるから、今のうちに出しておいた方がいいかもね。前さんよく考えたらレイマリさんマットはあるかもです。身を停止して消えていった説っていうか飛んでくぐちゃを見えたんだよね。見えましたよ。なんなら目と目が合いました。とりあえず可能性は伝えれたからここで死んでも大丈夫だな。じゃこさん私花火が見たいんですけど。やめてやめて、死ぬ予感がする。全力で拒否られてて草。むしろ私が掴まれて運ばれたいところなんですけども。この反応だとじゃこさんは白そうだな。花火が見たいって言ったら無言で掴んできそうだものね。意外とパワー型。近距離パワー型把握。いやー花火が見たい。花火みたいね。花火みたいね。今打ち上げられたらここ全員白出ますよ。確かに。覚えとくね。音のタイミングで結構白出る。下のキル役職にはかなり弱いし、一発はあるけど結構厳しい役職ね。ロケットってまあシェリフ掴んだら即死確定しちゃうからな。ジャッカル掴んだらサイドキックされちゃいますしね。ただ抗いがたいロマンへの誘惑がある。5人くらい拘束してリアクターで勝利したい。それはさすがに強欲なツボ。今花火が見れるなら周りで誰か掴まれても黙ってますけどね。そこまでして打ち上げられるのみたい。まあこのターンは誰も打ち上げられてなかったんだけどな。約束された定め。あれレイマリさん死んでる。いやレイマリはさっき吊るしただろ。ないとは思いますが一応報告しておきます。さっきレイマリさんほぼ決め打ちで吊るしましたが、レイマリさんマットでラテさんインポスターはありえます。頭の端っこの片隅の重箱の隅くらいに置いといてください。本当に隅の隅だな。いやいやメメさんが自分動いてないって言ってたじゃん。私は飛んでった後に着いた時ラテさんが動いてないのを見ただけなので、レイマリさんが身を挺してかばった可能性は否定できないんですよ。当然その可能性はかなり薄いと思っていますが、それだったら自分がレイマリさんすぐに怪しむ必要なかったくないですか。まあ一応ラテさんが情報を先出してたからね。ただ可能性の話ってことですね。そうそう、仮にレイマリさんマットの場合致命的な状況に陥る可能性があるので、走行している間に合計3ボタンくらい入って試合後半へ。タスクも残り少しだな。あとはシューティングと研究室のタスクだけね。ターンの前半に終わらせないとキルされがちな宿舎。みんな一気に駆け込んでいく。しかもですがこの時熱唱してたのでセリフに反映できない。タスク中に強制的に歌を聴かせていく。さてそれでは残り研究室のタスクをやりに行きましょう。ロケットに掴まれたらカウンターできるけどなかな
な書き換えがないわね。おそらく今はインポスターとジャッカルのチキンレース始まってるからな。お互いが先にキルシロと相手に願っている場面です。おっとここでリアクター。今まさに犯行が行われた後の現場。今回はよく出くわすわね。どまあ見やがれバカがよ。現行犯以外の何者でもない。もうこれ逃げるだけ無駄だろ。ひなにいさん現行犯です。ひなにひなにひなにバカがよって聞こえてベントに入って言ってた。それは間違いございません。メテオさんがキルしてみろって言ったからキルしてあげました。威風堂々切ろうと思ったけど逃げられちゃいましたね。まあシェリフなのバレなかったし結果的にはこっちの方がありがたいけどね。もう天ぷらなのにここからさらに燃やすなんて。食べれなくなっちゃう。エビを本来生まれた海に返しているだけです。さよならエビ兄さん。さてこれでジャッカルも一人落とすことができましたと。サイドキックしてたら残り人材は最大4になるのね。ロケットジャッカルマットアーソニストか。まあでもアーソニストは人数削りたいだろうから人材の力が集結することはないだろう。集結したところで私がいるので全員墓場送りですけどね。不安しかない。泥船定期。何にせよまず残りのタスクだけ終わらせておきましょう。まあおそらくどうせまだみんなタスク終わらないだろうけどな。先に終わらせておいて損はないからね。というか今に原神開いてた割にタスク進捗悪くないですね。原神開いてなきゃもっと早いけどね。後ろから迫るラテチャンネルが怖いところだが。もう一匹ペンギンがいるのでまあ多分ここでキルはしてこないでしょう。ペンギンの時点で人材ではあるけどね。というか墜落した先の集落の割に結構施設充実してんな。明らかに現地の素材だけで作成できないものもありますよね。まあそこは宇宙人の不思議パワーということで。案の定みんなまだタスク終わってませんね。私を見習って早くタスクを終わらせるように。何で結構ターン経過してるしワンチャンアーソニスト勝ちそうだけどな。まあ正直燃えた方がいい村ではある。もうやることないので適当にプラプラしてましょう。おっとサボタージュ。今回はコミャサボ中でも全員会話できる設定だぜ。前みたいに話しかけて騙したりとかはできないと。展望方面は任せました。ペリー私たちは通信室側を直すとするか。おっともう一匹のペンギンも来てくれてるわよ。ペリーやばいやばいやばい。どうしたんですかそんな慌てて。みぞれさんがレイラーさん持ち上げて走り回ってた。多分もうすぐ打ち上げられると思う。おロケットはみぞれさんだったか。下にいたよ。さてじゃあ参戦するとしますか。私自らの手で引導を渡してあげます。打ち上げられる前に間に合うといいけど。レイラーさん私が助けてあげますからね。あいた天柱。なぜかレイラーさん切れてくさ。最後捕まれてたけどギリギリ通報間に合いましたね。みぞれ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 さんみぞれさんみぞれさんみぞれさん。あ、本当にみぞれさんだった。あれというか爆発音聞こえた。花火なのに死体残ってる。いやちょっと言わせてください。私シェリフなんですけど。シェリフだったんだ。みぞれさんがレイラーさん運んでたのでキルボタンを押したんですが、そしたら代わりにレイラーさんが切れました。あ、じゃあレイラーがジャッカルかアソニストか。悲しいなレイラーチャンネル。食うつもりが地獄に送ってしまった。まあ炭治郎も鬼を地獄に送っているので。レイラーさんが村なら私たち完全に無駄死にだったけどね。もうみぞれさん明らかすぎて何も喋んない。お疲れ様でした。今回実質3連続で犯行現場に居合わせててくさ。完全に死神。まあネクロマンサーなので。忘れた頃にやってくる設定。設定じゃありません。あら、ひな兄さんサイドキック作ってなかったみたいね。現行犯見た時サイドキックされたら危なかったな。最近はサイドキックが泥船に引きずり込むための手段に用いられてますからね。さてじゃあ2試合目いくわよ。2試合目始まるし高評価をしといてくれ。因果関係なし。さて今回は第3陣営ジャッカルのお通りです。それと2試合目はこんな感じの役職構成になってるわよ。かつ全員は脇一同じ設定なのでご注意を。こうして全員が焚き火前に集合するの久々に見たな。ランダムスポーンが実装されてからはずっとそっちだったからね。今回はジャッカルなので漁夫を狙っていきましょう。初手キルのクールが短いのはインポスターだけだし、初手は確実に白位置が取れるよう動くぞ。ファングルになってから結構初手キルを多めだしね。初手は基本焚き火で群れておけば白取れます。離れたものから死んでいく。現代社会と同じ構図。問題がありそうな発言。というか最近漫画アプリにお金を吸い取られ続けているので被害届け出そうか悩んでます。警察もびっくりだな。全部同じ展開だと分かってるのに見てしまうんだよな。まあ悪役霊場転生系とか怪奇系は大体似た展開ではありますよね。それゆえ内容が入ってきやすくついつい脳死で読んじゃうんですけど。完全に漫画アプリの術中にハマってるわね。私も霊夢のスマホで課金して読んでるけど面白いぞ。ガチの犯罪者いるじゃん。というかなんで私のスマホのパスワード知ってんのよ。スマホのパスワードを特定する魔法を使ったからな。用途があまりにもピンポイント。こいつ魔法使いというより犯罪者だろ。いやいや霊夢私たちは友達じゃんか。近寄らないで。吐き気を催すジャーク。ボタン前でサボが治るまで末者たちの宴が開催されてるな。他人頼りで自分で直しに行かない者たち。残念ながら今回は初手キルなし。そしてキルが起きないまま間に3ボタン入りましたと。インポスターからキルしろという圧力を感じる。始まったわねチキンレースが。ジャッカルの時は絶対に自ら動かないと決めている。インポスター陣営の方が人数多いわけですからね。サボもありますし、それにインポスターが必死でキルして削った盤面を乗っ取るのが一番楽しいですから。すがすがしいまでの毒図。わかるわかる。やっぱ幸せってのは他人との相対評価だからな。自分が幸せになるにはまず周りを不幸にしないと。発想の方向が異常。そろそろうちのマリサ他の世界のマリサと交換したい。常識人タイプのマリサさんが欲しいですね。別世界の私の存在を認知するな。なんか普通にタスクやってましたけど、キル起きた時白位置に入りたいのでそろそろ移動します。第三陣営の時はとにかく釣られないことが重要だからね。サボとかは積極的に直しに行きたいところだな。おっとここでみぞれさんの死体発見。ようやく動き始めてくれたみたいですね。ふむ、死体は一つか。タスクやらせてくれ。いつ、どこで、誰が。いや誰がの部分は今から私たちが突き止めるんでしょ。これ現行犯です。突き止める必要なくなったな。どうせならもう少しキルしてからバレて欲しかったけど。レイマリさんのキッチン
人での現行犯です。いや確かにベントは使いましたけどキルしてないんだよな。ただすでに死体になってた。最近素直に認めるパターン多いですね。もっと見苦しくあがいてほしい。まあじゃあレイマリさん自白と。でもみぞれさんも人外な気がするんだよなこれ。ベント以外でキッチン入ってこれない気がする。自分も死体の姿は確認できてないんだけど通報しかったから押したわ。レイマリさんが適当言ってる可能性もありますし、普通にレイマリさんがキルした前提で考えていいと思いますが、一応状況を説明すると、自分がキッチン入った時レイマリさんがキッチンから出てきて通報ボタンが光ってたんですよね。でも死体は確かにパッと見周りになかったよね。そうそう死体なかったくない。レポートは光ったけど。ベント内部で窒息したんじゃない。ベント内部で窒息は草。確かに内部に酸素はあまりなさそう。これレイマリさん以外が介在する余地あるか確認しておきます。右上にネメラテメテオガンマスはいたよね。まあそこはキッチンなら絶対キルできない位置だね。で自分が展望から望遠鏡見てた感じ。他の人たちは。自分は研究室ですね。前さんと少し前に死人あります。ジャコさんと別れてから宿舎移動して終わってるよ。上部エンジンと展望の間でガンマスさんと会ってます。まあ位置的にありえるならジャコさん前さんくらいか。まあただレイマリさん人材は確定してるので多分レイマリさんでしょうけど。バイバイレイマリ。相方が全然キルしてくれないんですよ。下手くそめ。レイマリさんも初キルなのにブーメランすぎる。こうなっちまったらさすがに私たちも動かざるを得ないな。まあさすがにこのまま待ってたらタスクで負けちゃうしね。ということでそろそろサイドキックも作成しておきましょう。保険はかけておかないとな。正直誰でもいいけど他人材だけ引き当てないようにしないとね。うん。でも今のところ残りの人材のヒントとかないですからね。適当にプラプラしてクールが開けたと聞いた人にしましょう。残り9人だから最低でもここから5人は削る必要がある。インポスター君にも働いてもらわないとな。インポスターに1キルしてもらって通前提で行くにしても残り3キルか。先は長いですね。少なくともこのターン1キルは拾っておきたいところ。というかみんな普通に周りのキノコ踏みすぎだろ。まあ序盤は踏んでもそんなにがいないからね。さてそろそろクール開けますが誰かいませんかと。お、ラテさん運がいいですね。私の陣営に参列する栄養をあげましょう。泥沼定期。沈むことが約束された船。キノコサボは途中でボタンが入る可能性もあるのでキルボタン連打。もうこのターンはキルできるなら誰でもいいです。ほぼ現行犯で草。やばい姿が戻る。どうせ戻って見られるなら自分で通報します。残り9人盤面ドラッカヒで草。どうすんだこの状況。前さんの現行犯です。いやいや違うよ。俺メテオさんに死任されてるから違うってわかるんじゃない。はしご上がる前に前さんいてキノコ踏んでたのは見たね。最後キノコ終わってほんの少し姿見えた気がしたんですがなら勘違いかも。ちなみに場所は展望台前あたりです。通報される死体の前にいたのは自分ですよ。あ、それなら多分ガンマスさんがキルしてるんだと思います。いやいや違う違う違う。メメさんがやってんじゃないの。ガンマスさん視点どういう状況なんですか。いや姿変わってたから誰かってのはわかんないんだけど。展望台ひな兄さんと一緒に出て行った時に上から誰か来て目の前でひな兄さんがキルされた感じでメメさんが通報したからメメさんかなと思ったんだけど。いや私下からはしごで上がるのは見られてますよ。詳細に言うと私が来た時には死体倒れてたので切った瞬間は見てないんですけど近くに誰かがいたのは見えてたので。あ、そうなの。違う違う。じゃあメメさん以外に誰か目の前でキルした人いるわ。なんか知らんけどぐちゃぐちゃになってくさ。ま、とりあえず直近のキルでしょ。白出る人いないの。自分には出ませんね。ちなみにメメさんに見られた後最後展望台の右まで来たんだけど最後グサオさんの色の誰かがいたと思うんだけど。もうわけわかんなくてくさ。ちょっと私視点もどうなってるのかわからないです。わからんけどタスクあと1個で終わります。なんか知らんけど最高の形に収まってくさ。ほぼ現行犯なのに謎のわちゃわちゃ状態。運がいいことに全然みんな白が出ないことが幸いしました。まあでもこれでもまだ残り8人なわけだが。このターンも無理やりでもキル通していっちゃいますよ。インポスターさんもキルよろしくお願いしますね。ここまでキルをしてないあたりあまり期待できなさそうだけど、こういうタスク負けがありえる盤面の時はさすがにキルペあげてほしいが。私たちがさっきキルしたひな兄さんがインポスターの可能性もあるので最悪の盤面は考慮してどんどんキルしていきます。もうバレてもバレなくても間に合うかどうかって感じだしね。通信室側直しに来る人刈り取る流れで行くか。下からラテさん来てるしラインは繋げそうですね。右側の扉は閉まってて左側の扉は開いてる。お、中にメテオさんいましたね。通信サボ直ったしここで処理しておこう。30秒強度でのキルいいですね。できればもう1キル拾えたら美味しいんだけど、とりあえずとっとと死体位置から離れるぞ。死体が見つからないと見越して展望台の人と合流しましょう。む、ただ想定より人がたくさん来たからキルはできなさそう。まあこればっかりは仕方ないな。インポスターもキルしてくれてることを祈ろう。お願いしますよインポスターさん。残り時間はここで優雅にフェイクタスク。ま、でも次サボ入るなら雑にキルしちゃうのもありかもな。一応ウパさんのいるとこにいましょうか。おっと嫌なタイミングのボタン。まあ死体は消えたしセーフ。しかし残念ながら追加キルはなしと。メテオさん見たな。メテオさん通信において展望台でサボ直してるから多分メテオさんが通信室残ってるんじゃないかな。あ、いや通信直したのは自分です。それで自分シェリフです。まあそのカミングアウトは一旦置いといて前さんは白です。私はラテさんとキャコさんと温室あたりから一緒にはしご上がってラテさんが通信室に向かったので戻って展望台でウパさんと合流しました。ウパさんどういう経路だっけ。自分は研究室から展望にサボ直しに向かって途中で直ったけどそのまま展望です。下回りなので白出ると思います。まあタスク終わるしタスク進行でよくない。タスク進行で勝てるとは思う。ラテさんがシェリフじゃないならチャコメメガンマスの誰かって感じかな。ガンマスさん下から来てたからメテオさん上で死人あるなら厳しいんじゃない。まあ自分は確かに下から向かいましたね。いやただメテオさんが通信室いないならすぐに下降りてる可能性あるよ。あ、それならわかんないですね。ウパさんっぽいけど。いや自分はなかなかない位置だと思いますけど。いい感じではあるがタスク負けとどっちが早いか。こればかりはクルーがタスク遅いのを祈るしかないですね。とりあえず30秒でキルできるよう開幕から付きまといます。キッチンは時間かかるタスク多いからいい位置でキルできそうね。グサオさんインポスターならさ
きボタン押さないだろうし、グサオさんを狙う分には問題ないな。グサオさんは魚を焼きに行ったのでおそらくキルできますね。まあその日何さんとメテオさんで落ちてたら厳しいですけど、ウパさんならさっきのターンで無理やりキルしてそうだし、生きてるのならチャコガンマスゼンコパスの誰かでしょうね。となるとできればグサオさんの後はウパさんを処理しておきたいな。インポスターと潰し合いをするなら最後の最後じゃないと間に合いませんからね。それじゃまずはグサオさん。後半キッチンに来る人あまりいなさそうだし、これはかなりの時間冷やすことができそう。よしこのまま右側行ってどんどんキルすっと。ウパさん狙えたら最高ですけど、贅沢は言えない場面なので、さすがにキル区開けた時誰かで食わしたら人を選ばずキルします。今回も30秒でキルできたからサボが入れば2キル目狙えそう。シェリフもラテさんのカミングアウトでいないこと確認済み。というか正直バレても対抗すればタスク進行で多分釣られないだろ。まあ正直多分大丈夫でしょうね。おっとウパさん発見。キル区まだ開けてないのでちょっとだけ離れて後ろから追いかけましょう。あまり露骨に追うとハシゴやキノコで巻かれるかもだしね。ラテさん、なぜ我がサイドキックが。この場面でピンポでキルされるの悲しすぎる。いやさすがにこれはもうタスク負けの横行ですね。下位置は両方とも分かってまして、グサオさんがキッチン、ラテさんがジャングルですね。ウパさんとすれ違ったけどラテさん見てないんですよね。もうタスクで行きますよ。一応言っておくとラテさんのキルはチャコ全はできないから、メメさんかガンマスさんですね。これ多分ガンマスさんが黒だと思う。研究室ですれ違ったけど明らかに追いかけてきてたから。いやいやむしろこっちが追いかけられた側ですよ。というかにキル起きてるからメメガンマス両方人外もあると思う。うん、多分そうじゃない。いや1分経ってたと思うしガンマスさんにキルもあるのでは。まどちらにしろタスク進行でいけるよ。自分は終わってます。多分私がラストかな。残り1個です。やっぱひな兄さんのキルもガンマスさんじゃないですか。白状しろ。いやいやメメントモリお前だろ。往生際が悪いぞ。お前ら両方とも人材だろ。押し付け合わずに諦めなさい。この後必死にあがくも残念ながらタスク負けとなった。せめて全個パスだけでも墓場に送ってあげたかった。思いかなわず。インポスターの動き始めがかなり遅かったから漁夫狙い諦めて早めに動くべきだったかもね。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で。さらばだ。